はい、どうもプアでございます。本日はですね、こちらあなた疲れてるのよの方をね挑戦いたしました。でこちらのステージに関してはですね、タイムくんがボスで出てくるんですけども、最初タイムくんって名前ね知らなくて、なんかイップくんかなみたいな感じで見たんですけども、全然違うキャラっていうね、まあ、後半の方出てくるんでね、まあそれまでお楽しみということで、こちらのステージなんですけどもね、まあ最初にねこやつが出てくるので、このゴリラさんがね、それの時に、今回はですね、まあ、ムートを出して、まあ、最初にあれか、剣道の方で、バリアの方を、まあ、これかーっていうことでね、まあ、バリアを破壊してから、ムートでね、ポチってやって。で、その後に、あれですね、猫マシンから、猫マシンでうまい具合に抑えぐらめかな。うん。そうすれば、確かね、そのタイム君は波動をね、出してくるので、そこをまずね、やりますか。はい。で、まあ、とりあえず、お、これ来ましたね。はい、タイム君です。まあ、実際のイムとは全く異なるキャラなんですけど、全然いなかった。片言になったよ、まあいいや。まあ、そんな感じで、ここでね、もうね、ガッって、波動を出してくるんですけども、まあ、一応、猫タコとね、猫マシンでね、とりあえずダメージ源としては遊びました。で、こちらはですね、100% 波動を出すわけではなくて、一定の確率だったっけな、確か。うん、だから波動がね出なかったらね、壁はなんとかなるんですけど、だから猫タコとね、マシンですね、マシンでうまいぐらい、まあ、だからこやつだけだったらそんなに難しくはなかったかなって思います。はい、その感じで結構ノックバックはするのでね、うまいぐらいに攻めるという感じで、まあ、やっぱ猫マシンなかなか優秀だし、猫タコもなかなかね、優秀なキャラクターなんでね、まあそれだけでね、もう本当に最高のキャラ。はい、ここで終わりましたと、まあ、それで終わりです。今回は特に、ないですね。まあ、レジェンドストーリーの方もね、結構面白いキャラクターの方がたくさんいるんでね、これからもちょっと、まあ、できる限りね、毎回の方をね、ちょっと動画にしていきたいと思うので、見てください。じゃあ、こんな感じかな、とりあえず今回は。次回もね、引き続きね、ダッシュの方で、編集いたしまして、あげたいと思うんで、次回の方も見ていただければいいと思います。まあ、ちょっとね、参考になればいいかなって思います。まあ、ほとんどがね、攻略を見てるんですけど、あ、これ、あれかな、みたいかな、まあいいや。まあ、そんな感じで。まあ、自分なりにね、牽制は全くしていないっていうのがちょっとあれなんですけど、まあ、こんな感じで勝てたよみたいな感じで見ていただければいいんじゃないかなって思います。もうちょっとで終わるかな。うん、もうとりあえず話すんで尺あれがないから、もう尺終わりでいいと思います。もうちょっとないけど、はい、終わりましたと。さあ、ってことで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またねー。